J-WAVE Holiday Special Pepsi Next Presents All Together Now。 さあ時刻は2時4分を回ったところです。アンドレアコンピリオと私宮本彩子ナビゲーターです。 Pepsi Next Presents All Together Now。 ではここでお待たせしました。ペプシネックスの CM に出演中のビーズのお二人からスペシャルなコメントが届いています。そう、しかもですね、7月25日から配信がスタートする全世界配信限定アルバムビーズの曲をたっぷり世界初オンエア、はい、さらに昨年に続き決定したビーズ全米ツアーについても語ってくれているようです。それではビーズのお二人お願いします。J-WAVE ホリデースペシャル Pepsi Next Presents All Together Now。 お聞きの皆さん、こんにちは。こんにちは。B'z の稲葉浩志です。松本貴博です。さて、今日の番組のテーマはですね、この夏誰と一緒に楽しむか、盛り上がるか、みんなで作り上げる、まあすなわち Together ということだそうですけども、我々 B'z が最近、Together、みんなで力を合わせて作ったものといえば、やはり Pepsi Next の、夏編の最新のテレビコマーシャルでしょうかね、うん、はい、はい、あの見せていただきましたけども、本当にね、はい、夏っぽくて明るくていいですよ ね、 すね。南国でのライブというシーンでしょうか、うん、はい、人がだいぶ並んでましたね。そうですね、はい、あの僕たちはやっぱあのライブのシーンをね中心に撮らせていただいたんですけども、たくさんオーディエンスの方々がね、あの入っていただいて、そうですね、本当に普段のライブのような、盛り上がっての雰囲気を、皆さんで協力して作って、そうですね、いただいて、まさにトゥゲザーですね、うん、まだ見てない方いらっしゃいましたら、ぜひテレビをつけて、チャンネル変えればどこかで見られると思います。、はい、ぜひ見てください。で、まあ、この CM の中で、使っている僕たちの曲なんですけども、これはラブボンというタイトルなんですけども、はい、まあ、聞いたことがある方もいっぱいいらっしゃると思いますけど、愛の爆弾という、曲が僕らの2005年シングルでリリースした、うん、曲がありますけども、これを英語の詩、そして、まあ、再レコーディングですか、うん、ということで、まあ、新しく生まれ変わった、曲をこの CM で使わせていただいておりますけども、うん、まあ、この古い曲をね、はい、あの古いというか過去のものを新たにやるっていうのも、まあ、面白いですよね。そうですね、うん、で、まあ、これ作ってたところでちょうどこの夏編のね、うん、コマーシャルの話もあったんで、うん、ちょうど、うまくマッチしたんじゃないかなと思いますけども、うん、では、ここでそのラブボンも皆さんに聞いていただきたいと思います。お送りした曲はペプシネックスのテレビコマーシャルで流れています、新曲のラブボンでした。さて、ペプシネックスの、テレビ CM ソングラブボンも収録された、僕たちの新作ですね、配信限定アルバムビーズ、これが7月25日から、全世界で配信がスタートされます。今紹介したラブボン以外にもですね、スプラッシュ、はい、それからジュース、ウルトラソウル、イントゥフリー、弾丸、こういった曲が収録されておりますけれども、これ、まあ、曲によってあのギターをまた変えたりとかですね。そうですね、だからいろんなことしてますけどね、まあ、過去のとね、まあ、もちろん歌詞が英語に変わってるんですけれども、はい、サウンドの方もね、いろいろとちょこちょこ変わってるんで、その辺も楽しんで聴いていただければなと思います。そうですね、はい、日本語バージョンと聴き比べていただくのも、うん、まあ、楽しいかなと思います。これが、まあ、タイトル「ビーズ」というわけで、うん、これ我々のファーストアルバムもそうですね、使われたし、それ以来のビーズ、まあ、世界配信ですからね、はい、まあ、僕らのこと知らない人たちもたくさんいると思うんで、最初はまあこういう、まあ、バンド名もね、うん、ちょっとこれ変わってますから、うん、やっぱそういう意味で印象付けるということで、ビーズというのがいいタイトルじゃないかなと思います、はい、そして、9月から全米ツアーがスタートします。みんなで作り上げるトゥゲザーといえば、まさにライブそうですね、そうですけども、はい、昨年もですね、北米の方でツアーさせていただきまして、あれも楽しかったですよね。そうですね、まあ昨年もそうですけど、今年はなんか初めて東の方にもね、東海岸の方に行けるっていうんで、非常に僕は楽しみだなと、ね、行ったことのない州とかありますよね、うん、であんまりこうどっちかというと東側ってあんまりロックとかかかってないし ね、 イメージ、そういうイメージありますね、うん、やっぱり、うん、本当にお客さんが来てくれるんだろうかという気持ちも楽しみもありますけど、不安もありますね。そうなんですね、うん、でも、まあ、行ったことないところでライブができると、この上ない幸せですね、うん、今年は、まあ
まあ、今言ったように去年よりね、うん、もう少し範囲を広げた、ワシントンのライブとなりますけども、ぜひあのチャンスがあったら、海外になりますけども皆さん遊びにいらしてください、うん、ということで、ここで配信限定アルバム、B'z から3曲続けてお送りしたいと思います、最初にお送りする曲はスプラッシュですね、うん、これは去年の、カモンツアーでもそうですね、ステージ上で、披露してましたけども、うん、英語になってすごい変わった感じしますね、これはね。そうですね、非常にまたファンキーになりましたよね、うんうん、そうだね、はい、うん、ツアーで聴いた方、これまたこう CD 音源で聴くというのも、うん、CD という配信ですけども、配信ですけどね、これもまた、こう興味深いんじゃないかなと思います。そして2曲目はウルトラソウル、うん、これは、まあ元々のオリジナルの日本語バージョンはですね、うん、もうかなり押しが強い仕上がりになってるんで、ね、うん、非常にまあ英語にするというところは難しいところでもあるんですけども、うん、まあ皆さんに協力いただきまして、うん、また面白い形になったかなと。結果的にはすごい良かったですよね、はい、ミックスなんかもね、日本版と日本語版なんかで全然違って、そうですね、ライブがありましたね、面白いと思います、はい、そして3曲目は Into Free 弾丸ですね、うん、これはもう皆さんもご存知かと思いますけども、ゲームドラゴンズドグマ、うん、この主題歌ということで、ゲームの中の場面を使ったプロモーションビデオとか、うん、非常に面白かったなと思いますけども、ということで、スプラッシュ、ウルトラソウル、イントゥーフリー弾丸、この3曲をお聴きください。ということで、B'z の稲葉浩志と松本孝弘でした。